扉の秘密が分かったわ。指針、四つの扉、四つの鏡。鏡が鍵で、鍵はバラバラに扉にはめられているの。正しい鍵、つまり鏡を扉にはめれば見事封印解除ってわけ。金剛山では羽黒山で手に入れた鏡が正解の鍵だったのね。羽黒山で手に入れた鏡は麒麟の鏡、つまりあの指針は麒麟ね。今回手に入れた鏡は鳳凰の鏡。羽黒山に封印されている指針は千鬼という情報だから、この鏡では扉は開かない。それじゃあ次の封印へ向かいましょう。